まあ、非常にホームでは自信持って戦えているなというのは、ね、今シーズン特に伺えますよね。はい、両チームの選手が入場してきました。左ホーム山口、右アウェーの新潟です。山口のキックオフで前半始まっています。エナンからの長いボール、高木義明抜けていくチャンスだ、シュート、クロスバー、あれ返ってもう一度新潟、折り返した鈴木、おスピードに乗って抜けていった、チャンスになる、3対2、折り返した松田、止めた、関のファインセーブ、まだ新潟です。セカンドボール伊藤、柔らかく上げる関が抑えます。新潟のチャンス、裏を取る星、折り返した鈴木、いや素晴らしい、新潟先制、前半の45分、山口のそうです、ね、ビルドアップのミスからですけれども、奪ってから非常に良かったですよね。タリーパスも流れてますけど、はい、もうこのタイミングとこのパスの調節、あとは鈴木選手がこのヘナン選手よりも前、まあ、これもキーパー前に集めてます ね、 そうですね、と完全に分かれてますね、ファーサイドと、まあ、どっちに蹴り分けてくるかですね。先ほどニアに入れてきました、今度は高いボール、ダイレクトで狙った、バウンドになって鈴木、どうですかね、ちょっと新潟追加点、後半の立ち上がりに今日2ゴールの鈴木、まあ、強くは打てなかったですけれども、最悪枠に収めてというようなちょっと叩きながらで、まあ、それが功を奏して、この後半は伊藤が左、中央に高木義明、シュート性のボール、まだ多分クロス対応で準備したので、まあ、これは難しかったと思いますけれども、高木義明運んで鈴木外、中に入れる、逆サイド伊藤だ、新潟追加点3点目、ディフェンスの間に流し込んでファーサイドの選手がしっかり入り込んで、山瀬回収して、田中のクロス、飛び込んできた、止めた、押し込んだ、展開した山口、ましたし、その後も足を止めずに、まあ、ゴールにね、ボールに反応した流れで行きましたので、ここでタイムアップの笛、